おはようございます。私は、成長の家本部講師の金内隆之です。第二週目の本日は、谷口淳子成長の家白鳩会総裁の著書、この星で生きるをテキストに、可能性に目を向けてピンチをチャンスに変えるというテーマでお話をさせていただきます。皆さんは今朝、起きて最初に何をしましたか 水を飲んだでしょうかそれとも洗面所で顔を洗ったでしょうか朝起きて最初に何をするかという選択は一見すると取るに足らないもののように思えますですがよく考えると私たちの人生は大小さまざまな選択の積み重ねによって作られています朝起きて何をするかというごく小さな選択から どの学校に進学するかどの会社に就職するかといった大きな選択に至るまでそれらの結果として今の私たちがあり現在の環境があるのです。ですから人生をより良い方向に変えていくためには毎日何を選んで行動するのかという私たちの日常の選択を見直しそれを変えていけばよいと言えます。 そして幸せな人生を送るためにはそのような人生となるような選択を積み重ねていけばよいのです。この選択についてもう少し掘り下げて考えてみたいと思います。私たちが選択について考えるとき大半の方は先ほど例に挙げたような具体的な行動に関することを思い浮かべるのではないかと思います。ですがよく考えてみると そのような具体的な行動に関する選択の他にもう一つ、目の前の出来事をどう解釈するかという種類の選択もあるのではないでしょうか。例えば、ここに水が半分くらい入ったコップがあるとします。喉がとても渇いているとしたら、皆さんはどう思うでしょうか。これだけしかないのかと不満に思うこともできます。また、 喉の渇きを癒せてありがたいと感謝することもできます。日常生活で考えてみると、家族で出かける予定だった休日が雨だったとき、一生懸命勉強して臨んだ試験で思うような結果が出せなかったとき、このようなとき、私たちは出来事そのものを変えることはできませんが、それをどう解釈するかという自由は、実は自分の手の中にあると言えます。 そしてその事実の解釈の仕方は、その後の行動の選択を左右することも往々にしてあります。このように考えてみると、私たちは日々遭遇する出来事をどのように解釈するのかという選択をもっと意識的に慎重に行うことによって、自分が理想とする方向に人生を変えていくことができるのではないでしょうか。そして、 困難な状況に出くわしたとしても、それをチャンスに変えていくような積極的な生き方につながっていくのではないでしょうか。ですが、物事が思い通りにいかなかったり、期待していた結果が得られなかった時に、私たちはつい落ち込んだり、不満に思うという選択をしてしまいがちです。このような時、自分の解釈の仕方を変える効果的な方法があるとしたら知りたいと思いませんか そこで今日、私が皆さんにおすすめしたいのが、成長の絵が1930年の立教当初から提唱している、日時計主義の生き方です。日時計主義の生き方とは、太陽が照っている時刻のみを記録する日時計のように、物事の明るい面に着目する生き方のことです。明るい面とは、例えば、嬉しかったこと、感謝すべきこと、感動したこと、 喜びを感じたことなど、幸せな感情につながるような出来事のことです。たとえささやかなことであっても、このような物事の明るい面に着目することを習慣づけることによって、私たちは特別なことが起こったり、特別な結果を出さなくても、幸福を感じながら生活することができます。ここで本日のテキスト3ページから引用します。 成長の家では人生の明るい面を見る、非時計主義の生活を皆さんにおすすめしています。私たちの目の前には良いことだけでなく悪いこともあります。そしてどちらかといえば悪いものに心がとらわれがちですが、悪を思えば思うほど心の力により人生に悪が増幅することになります。 これは心の力の逆用です。人生の明るめを見る習慣ができると、無意識の領域である潜在意識が変化し、心の表現である私たちの人生に明るい、良いことが表現されてくるのです。引用を終わります。成長の絵では、人生は自分自身の心の表現であり、心で認めたものが現れると説いています。それはつまり、 私たちが肉体を通して認識している世界は、世界の本当の姿をそのまま認識しているわけではなく、目、耳、鼻、口、皮膚という外部からの情報すべてを知覚できるわけではない。ある意味では、不完全な感覚器官を通して得られた情報のうち、自分自身の心によって、主者・選択したものを、自分自身の周囲の現実として認識している。 と考えるのですですから物事の巧妙面に着目することは認めたものが現れるという原理によって私たちの人生には良いことが溢れているという実感につながります。また成長の絵では人間が五感を通して認識している世界と神が創造された世界の本当の姿を明確に分けて考え前者を減少 後者を実相と呼びます。そして、この実相の世界は、全一元の神が創造されたものであり、その姿は、真、善、美に満たされた、完全円満な世界であると考えます。また、人間も本来は、神や仏と等しい、素晴らしい性質を持った、素晴らしい存在である、と考えます。そして、 現象がいかに不完全に見えても、その背後に完全円満な素晴らしい本当の姿、実相があると考えます。従って、日時計主義の実践によって、物事の巧妙面に着目をすることは、例えるなら、雲に空に差し込む太陽の光に気がついたとき、雲の上にはいつも太陽は輝いていた、と思い出すのと同じように、 世界の本当の姿の素晴らしさや、自分や周囲の人々の中に本来ある善に気づいたり、思い出したりする機会につながると考えます。このように人生の明るい目に着目をする、日時計主義の生き方を実践すると、自分自身の心の習慣性が物事の良い目に着目をする方向に変わっていくので、自然と自分自身の日常生活がありがたいこと、 嬉しいこと、楽しいことがたくさんあるという実感に満たされていきます。そして、一見不都合に思える出来事に対しても、巧妙面から捉えるような態度を身につけることができます。このような理由から、成長の絵では、人生の巧妙面に着目をする、ひどけん主義の生き方をお勧めしています。ここで、昨年の5月に私が体験した、 日時ケ主義に関するエピソードを紹介します。2019年のゴールデンウィークは、元号が平成から令和に変わり、新しい天皇陛下が即位されたことから、普段よりも長い連休でした。私はこの期間に、冬場で使う薪割りを全て終わらせてしまおうと、せいせいと薪割りに勤しんでいました。成長のでは、2013年に国際本部を、 東京原宿から山梨県北都市の八ヶ滝南麓に建設した森の中のオフィスに移転しました。これに伴い私もオフィス周辺の職員寮に転居しました。現在私が住んでいる寮は冬場の暖は主に薪ストーブで取っているため、毎年春先にはその年の冬に使用する薪を3トンから4トンくらい準備するのです。 その年は普段よりも長い連休ということで、薪折りを普段よりも早く済ませるチャンスと考えたわけです。連日の好転にも恵まれ、連休最終日には9折り型の玉切りを薪にすることができました。ちなみに、玉切りというのは、原木を30から40センチの薪の長さに切り分けた丸太のことを言います。そして、 もう少しで作業を終えようと思っていたときに、事件は起こりました。重さ20キロ近くはある玉切りを持ち上げて、運んでいる最中に、右足の上に落としてしまったのです。落ちた玉切りは、右足の親指を直撃しました。あまりの痛さに、しばらくそのまにうずくまってしまいました。痛みが若干収まってきて、気を取り直した私は、 右足をかばいながら自室へと移動し、痛む親指を見てみると、爪が紫色に変色し、親指全体が腫れ上がっていました。どこか病院にと思い、近所の病院をネットで調べて電話してみたのですが、あいにく大型連休中で、どこもお休みでした。腫れがひどくなるに従い、痛みも増してきました。結局、連休明けの噂、 地元の整形外科の病院で診てもらったところ、幸い骨に異常はなく、痛みの原因は爪の内出血ということでした。爪に穴を開けて血を抜いたら、それまでの痛みが嘘のようになくなりました。病院の先生からは、爪に開けた穴が塞がるまでの4、5日間安静にしていれば、元通りの生活に戻れると聞き、ほっとしました。この経験から私は 二つのことを学びました。一つは当たり前のありがたさです。ここで本日のテキスト30ページから31ページを引用いたします。家があり、家族がいて、食事がいただけること。自由に動かせる体があり、仕事があり、勉強ができること。友達や周りの多くの人に支えられて生きていること。 電気、水道、ガスが使えること。そういうありがたさは数え上げたらキリがない。それらは決して高価でなくブランド品でもない。どこにでも転がっている当たり前が本当は最高に素晴らしいものなのだ。引用を終わります。今まで不自由なく歩くことができたこと。健康な日々を送らせていただいた当たり前が。 実は、どれほどありがたいことだったのかを、足の指に怪我を負ってみて、改めて実感することができたのです。もう一つは、巻き割りをする際の安全管理の大切さです。この怪我は、つま先に鉄の入った安全靴を履いていれば、未然に防げたものでした。今回の怪我で、私は巻き割りをするにあたって、安全対策の不備に気づきました。 巻割りでは、主やチェーンソーも使います。これらを使っているときに何かトラブルが起これば、今回の程度では済まされない大けがを負う可能性もありました。そう考えると、足の親指の怪我程度で安全管理の大切さを学べたのであれば、なんて安い授業料だったのだろうと思えたのです。その後は安全靴をすぐに購入し、以来私は、 必ず安全靴を履いて、それまで以上に十分に安全に注意を払い、薪割りをするようになりました。このように、薪割りで足に怪我を負ったという、一見マイナスな出来事からでも、非度計主義の観点に立てば、巧妙面を見出し、その後の人生にプラスとなるような有益な学びを引き出すことができるのです。このような積極的な生き方は、一見、 こににに遭遇ししし、たととても、そののの状況の中にあるるる可能性をを見出しピンンチをチャンスに変えることができるのできす例えば、私は数ヶ月前、ウェブ会議システムを通して壊する機会があった際に、開始数分前に通信用に準備していたパソコンがシャットダウンし、起動しなくなるというトラブルに見舞われたことがあります。買いのパソコンの準備にはかなり時間がかかることが分かったため、 参加者の皆さんに迷惑をかけてしまったらどうしようという不安が襲ってきましたしかし非時計主義の観点に立ってパソコンが使えそうにない状況は変わらないこの状況を楽しみながらできることに集中しようと気持ちを切り替えましたそして手元にあったスマートフォンでウェブ会議システムをつなぎなんとか参加者に向けてお話をすることができました しかも、その時の講話の主な内容が、非度形主義だったので、今まさに自分が体験したトラブルを、非度形主義で捉えて乗り切ることができた、という生の体験として、参加者にお伝えすることができたのです。このように、非度形主義の実践によって、一見困難に遭遇したとしても、その状況の中にある可能性を見出し、ピンチをチャンスに変えることもできるのです。 最後に、このような日時計主義の引き方を実践するための方法のうち、代表的なものを一つお伝えします。それは、その日あった、良かったこと、嬉しかったこと、感謝すべきこと、感動したことなどを日記や手帳に書くことです。成長の絵では、日時計日記という、その日の出来事のうち、良かったことや、 嬉しかったことのみを書く、日時計主義の実践をサポートする日記帳を発刊しています。毎日5分でも10分でも時間をとって書き続けることで心の習慣性が変わり物事を明るい面から見ることができるようになります。他にも日時計主義を実践する方法はあります。詳しく知りたい方は成長の絵の月刊誌や 書籍などをご覧いいただければと思いますそれでは時間が回りましたのでこれで本日の私の話を終わらせていただきます。ありがとうございます。